本当に配信のやり方もいやしたことなかったんだよね。初めましてですもんね。いや初めまして皆さん、どうもこんにちは、紫しおんと、言います。ホロライブの1002期生としてデビューしました。後でね、自己紹介をねしようと思ってるんですけど、その前にちょっと1002期生としてデビューしたんですけど、いやねえ、ねえねえ、もうどうしよう、配信できない、配信できない、ちょっと待って、配信できない。いっぱい準備したんですよ、昨日一日頑張ってかけてね。でもね、配信の練習はしてなかったね。配信画面の準備とか画像を作るなどして頑張ったんですけど、配信の練習はしてこなくて、いやー間違えた、配信の練習するべきだったな多分。わ、いやちょっとみんなに言いたいことがあって、え違う、言いたいことっていうのは言いたいことっていうのはいいことで、あすいません、携帯のメモ帳でメモってきてるもんですから、いつも。いやいいことっていうか、ちょっと深い話いいですかちょっと深い話してもいい、ちょっと。いやなんか休みの休む時の配信でもう言ったと思うんだけど、軽く、いやそんななんかしおんって暗い話、いやいい話じゃないかも、あごめん、いい話、いや悪くもない悪くもないんだけど、本当にしおんって人生の、ま、人生って生まれてから今までの人生なんだけど、生まれてから今までの人生で本当に無理なしで3分の1ぐらいをインターネットで過ごしてきてる人生なんですね。で、ちょっと悲しい、悲しい、なんか自分で話しててちょっとしんみりしちゃうな。なんか自分が何したいのかとか、どうしたいのかとか、何者なんだろう、自分って何なんだろうみたいな感じになっちゃって、それでよくわかんなくなっちゃったんですよね。よ、それが、それか、そこから始まって、え、これちょっとか、ちょっと重たいんだけど、そこから始まってなんで生きてるんだろうまでたどり着くレベルでよくわかんなくなっちゃったので、だから休もうって決めたんだよね。そんなことになってしまっては何もできないから、じゃあ休もうと思って休みをいただいたんだけど、期間が決まってると休めないかなって思ったから、まあなんていうの、無期限にな、無期限、無期限ではあるか、無期限として休んだのが、だから何ヶ月休みますとか言わないで休んだのはそういう理由だったんだよね。期間決めるとなんか追われてる気がして、何かに何かに追われてる気がしちゃうから、期間を決めないでお休みをいただきましたが、ましたんですが、いざ休むとなるとですね、何をしていいのか分かんなくなっちゃったんですよ。ずっと布団にいたり、ずっと布団でアニメ見てたりしたんだよ。ではよく分かんなくなっちゃって、で結構でもこの休んでる期間の半分ぐらいは仕事に関わることをしていたんだよね。それは収録とか行くとかもあるけど、そうじゃなくて、例えばなんだけど、生誕とか、生誕って一応12月なんだけど、めっちゃ先やんみたいに思うかもしんないけど、とかをもう考える時期になってきてしまっていて、そういうのを考えたりとか、そう案件っていうかお仕事とかも、まあ、ちょいあって、半分ぐらいは結構仕事に関わることをしてたかなって感じなんだよね。そう、でも結構何もしない時間、何をしたらいいんだろうっていう時間とかも生み出せた生み出せて結構助かりました、自分的には。
そういうこと今までなんかほんとなんかにずっと追われてたんだよね。勝手に、これ勝手になんだけど、なんかに追われてたの。あーなんかあれやんないととか、いやあれ考えないとなみたいな感じだったから、そう